ください。時間は10時10分までか3枚だか。
っていうのが。お前なんかドロンと1枚見えたのって見つかったのが、あれが3枚目なのか4枚目なのかによって変わる。4枚目だったら自分で使う、自分で使うわけだから3枚だったら売っていいかな、プッシュしたい。あとあれ、あの猿の方が、あれあれが4枚目っていう、あれ売って物が分かった方がいい。先生終わり。なんか序盤、序盤最初2枚なんかいい感じ見えたけど、そんなことなかったよね。おっと思って、うーん、白ボロスロジーじゃないか。いや、でもフェッチマップでしょ。もう一回ゴンティやるじゃん。赤ゴンティじゃなかった、赤ゴンティじゃなかった。パワーブレスでやる。あれ、ゴンティって奪われた感じいけませんよ。パスランね、奪われた感じ。俺の携帯じゃねえとか思った。これいいじゃん。俺は見える。どうやっても行った白ボロ出ないよ。あ、タワーが6ターン目にタワー2枚出したけど、え、いい顔するやろ。パスランドのおかげでゴンティ体が取るやろ。あれ、ここの速いデッキに対しての体勢はほんのちょっとだけついたっていうのが。青と赤出るのはすごい感じ。失敗。ああ、落ちない。落ちしかしない。落ちしない。全然中分けて。あとだけ。あっちゃんでも締めじゃないな。え、締めでしょ。ありません。明かり、明かり的だ。ああ、それ、ボランティア的なやつ。え、もらうの？全部でちょっと。マジで？残りてるから笑ってます。マジか。それちょっと困るな、それ。それちょっと困るな。それ絶対なんか送ってくる系だったんだけど、なんか何もないんだな、多分あれな。あんまないんだよ、多分あれ。私もそう考えてた。危ねえ、切っといてよかった。そう、落ちちゃったわ。セットにはなった。たかりや。終わり。下？わ、まじ、2番目。はい、エンドです。あ、かっこ。来た来た来た。下ですか？もしかして下ですか？終わり。なんか変です。いやですか。下がれて。お願いします。もう一人。おるるるる。ええ。ズバイ割りポッタイ。やばい。おい。残一。残一。おるよ。マジか。やだな。おしゃぼ、ポッタイ。ひどいよね。これはちょっとね。それはひどい。はい、ここに差し戻す回。一枚になるわ。ほんとほんと。俺はワンチャン、中ヒルにボルト打たれた時に、アタコバーいいかなって思った。アタコバーでもバーみたいな。そこ交換してもどうかなとかって思っちゃったんですよ。俺はちょっと思ったら、ワンチャンありかなっていうくらい。あと、あの、カリコミひたすらバッコンバッコン食らってる時は、多分ポコンって打っていいと思う。男らしくセーブしていく人でしょ。え、いやいや、セーブしてきたら伸ばしたよ。伸ばしたよ。怒ったよ、髪が。かかったなとか言って。あれいや、みたいな。生物はもう用済みだったんだな、みたいな。ダイレクトカルピに出すすべなかった。ゴミゴミの部分で。クリーチャーはどうにかなるんだよな、あの判断。相手がズーだったら勝つ。いや、だってプレンズウォーク出たらゾンビトークになる。ズーだったら勝つ。セックスみたいな感じ。噛み合ってるでしょ。ハイドロン除去率つギデを出せば。キープ。次。なんかこれで。いや。あ、ただね。よかったね。いやね。さすがに犠牲ちゃんとは強すぎると思って。天気にできるでしょ。仕方ない。攻めて。いやいやいや。それだったらサンマナしてくる。いやいや。サンマナの天気にできるでしょ。ああ。あっちに。これどっちもしい。うん。どういうこと？ガイドじゃねえのかよ。ガイド読みだったの。なるほどね。いや、いいと思うよ。いや、まあ、わかる、わかる。言いたいことはわかる。まあ、とりあえず、トランドを大体決めます。3点。はい、14。はい。アニメ、基本、まだネゲート考えてるとこに、サンサンになるな。コンティ。はい。3枚だけ4枚です。マジか。
おい、クソじゃねえか、これマジかよ、これ出ねえな、これエンドですこのクソスロット足首もなんねえよ、これどうすんねこれナヒこれどう、ナヒーマジでクソスロットなんですけど万が一のこと考えていく、いや、これはクソスロット、うわ、クソスロットでした、はい、クソスロット足首協力しました、下下です、無作為に下にやってください、適当でいいっす、終わりです、大失敗、どちらへ、死ぬ。そっか、プレイヤーだと受けるの。そうそうそう。死にも死ぬ。死ぬ。死ねえ。じゃんじゃん。あ、バグ。もう決定回決定回。ああ、死んじゃった。死んじゃったよ。もう。ボロちゃん。ボロ。これ違うね。あれボロちゃんどこ行った？確か。あぼちゃんは真ん中。半分に。ベジ。打ってすげえ。あったようにだいたちちちちちちエネルギー逃げやったね一番強いおおうんだよ倒れてくんのかまさかの固定されてない固定されてないのかよ今までどうやってくっついたの10だ14か差しください。あれが打てたっていう。そして、でゾンビが出てくる。さっき殺されるんだってあれどっかにくれ。いやハイドラが出てきた。やるしかねえじゃん。うん、やるしかねえ。食らうけど。4点食らいます。なんだ。で、うん、どっちにしろ4点なんだよ。マジか。まあ、あれは見ないものとして。マジか。何だガイド系や。ガイド系。10? お互い10なんだ。どうしようこれ。こうなっとな、痛いな、ごめんです。テンペイ。どうなんだろう。ワンドロー。あ、そうそう。女の子の、女の子か。アクティベイト。まあ、先に言うと、ナヒーも女の子だからな。ピュアなのかな。ピュアなのかな。だからはね、ピュアだからプリンがアバシンとイチャイチャしてるところに怒っちゃう。あの女何なんですよ。やっぱあのセリフは衝撃的だよな。あ、もらいまーす。コントロールにやっぱコントロールでやっぱやるの
わあ、やらしいカード入ってるよ。やめてよ、これ。これは最後だと思う。やめてよ。この世間に本当に行ったのに。90? 1回やつ。もういい。コントロール。これやるとすごい、これやるとすごいコントロール上振りプレイできる。あ、すっごい振り込んでしょ、振り込んで耐えるだけ振り込んでも面白いですよ。フレクシスシャドウとかある。なんかもうシャドウなんでもありんだ。そうそうそう、シャドウとりあえず 黒にはシャドウ入れとけるみたいな感じになって、アブザンシャドウ、ジャンドシャドウとか、アブザンシャドウ、エスパーシャドウでもやったらジャンドシャドウが一番強そうに見えるけどな。突然死がたまにある。そばかとしようね。こっちね。こっちね。こっちね。ひひひ。H1 枚で何しろって言うの。だったなぁ。これやっとくんだけどなぁ。よかったな、そんなぁ。この、カトシの A。初対面の時から言われてる。これ、カットやろって言われたの。本当に初めてだった。一番高さか。この色でスリーブを攻撃することで相手はメインの新人ハリをなひりくれるダマー4点5点守護フェリーだとかいう出身テンションでいくかマジリブに6点か、6点大好きコンサート何インスタントじゃないんだけど、なんでインスタントじゃないんだ。待機って帰ってきてます。待機じゃない。1万払ってるから待機なくしてほしいですね。何言ってる。まあ別はまあ僕がやないから操作にでもいいこの台。まあ、操作にでもいいんだけど、とりあえずあの。1番です。何しないといいね。これあの今日天気なしで備えられるエンチャントも。ちょっと一瞬考えたんですけど、さすがに現実的じゃねえだろうと。でもそれじゃ闇住まい使ったほうが。おかげで今このこれなんこれがポロッと落ちます。金庫の人もバカ売れしてる。じゃあ今は疲れやった。さあどうしよう。困った。困ったな。やっぱダンコードみたいなデッキの方の方がいいですよ。はい、ケンでーす。何もしなくていいんだ。それとりあえず先にプラス。ういっす。唱えたいな。
こういうこの手のアイコンデッキ怖いのが先に無限トークンやりましたで、ね、殴りますってクリコマとかで打ってみましょうあーってなそれはありそう、まあ、確かにあとはないとは言い切れないボロスチャーム持ち体としてボロスチャームボロスじゃねえ、あのラクボスチャームあれはあって悲しみを背負うんだよ兄さんとカルカを使ったんだっけ1枚それ墓地にムーブされてる追放されてる、うん、墓地にはない墓地にはないね、うん、釣られたくない釣られたくない釣られ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 くとりあえず殴り行ったらすぐにすチームでセーブになりました。何個実際あるんですか？何個ですか？これ、これ、これこれかな、ちょっと最近の一緒なんですよ、うん、あったらね。